皆さんおはようございます。はい、ということで今私は寝かしつけから帰還してきました。ちょっと最近ね作り置きをしてなかったので毎日の食事がちょっと大変になってきてしまっているので作り置きをしたいと思います。今日の作り置きのレシピはレンコンと人参のきんぴらともやしナムルとあとピーマンを使って無限ピーマンか何か作ろうかなっていうのとあとサバ缶を使ってキノコと蒸した料理とかあとキャベツで塩昆布とかあとキュウリでやみつききゅうりとか作っていきます。じゃあまず一気にパパッと作れるように食材を洗ってこっちに出していこうかな。めんどくさいので剥けるやつはねここで剥いていっちゃいます。一緒にキャベツってさ丸ごと使うミルフィーユみたいな料理とかあるじゃないですか。キャベツいつもちぎって洗っちゃうからさ丸ごとってどうやって洗ってんだろうと思ってやりたいんだけどねできないんですよ。キャベツは水が切れるまで置いときます。人参とレンコンどっちもいただき物でお正月にねこれいただいたんですよ。何作ろうとしたんだっけ。あ、そうだ間違えちゃった。よし、で水にさらしておきます。なんと冷蔵庫に豚ひき肉があったのでピーマンは無限ピーマンじゃなくて肉詰めにしちゃうしちゃう買った。いつもね、ハンバーグの種を作ろうとするとミニが混ぜたがるんですけどこれがね、ハンバーグとか肉詰めを夕飯に出すとあ、ママに混ぜちゃったんだみたいな感じで言ってくるのがね今から目に見えます。はい、続いてすりこの耐熱ガラス容器を使って調理していきます。レンジ調理をしていきます。この使いかけのきのこを全部入れています。結構量がある。舞茸も入れようと思ったけど無理っぽくない。ここにサバ缶を汁ごと入れていきます。空気口を開けて600ワットで2分半から3分ほど加熱します。そしたら続いてレンジの音めっちゃあれなんだ。次のねレンジレシピをもう下ごしらえしときたいんですけどもやしのナムルやろうかな。もやしメーカーを使ってもやしのナムルを作ります。このままチンするだけで OK。 あー冷たい。なんかお腹空いた。私ね今年の目標自分の目標はねなんか今まで本当に子育て中ってなかなか自分に気が使えないじゃないですか。メイクだったり美容室だったり本当そういう状況で今年去年1年間で結構ね自分に目を向けていろいろ頑張ってたんですけど写真とか見返してもなんか出産前のようなきらめきがねもともときらめいてたわけじゃないけどなくなったような気がして本当にそれがショックで今年はねなんかお金をかけるとかそういうことじゃないんですけどもっと自分に自信が持てるように頑張ろうって思いました。よいしょ。
醤油を一回しさっとかけて、で本当は七味を振るんだけど、ひなみがもしかしたら食べるかもしれないので取り分けて振るようにします。でサバちょっとほぐしてあげるとみんなも取りやすいかなって。冷ましてから冷蔵庫に入れます。次は私、つめつめさんですね。はい、ちょっと軽い重大なお知らせってわけではないんですけど、実はお知らせがございます。こんなさ、ピーマンに詰めながら話すようなことじゃないんですけど、すいません、他に話す機会をと思ったんですけど、なかなかうまく時間が取れなかったので、この場で言わせていただきます。実はケイシンとひなみの保育園の入園が決定しました。ありがとうございます。いやね、申し込み行ったじゃないですか。動画を見てくれた人は分かると思うんですけど、絵の申し込みに行ったんですよ。で市役所にその前から結構何回か行ってて、その時もなんか結構待機児童もいるので難しいかもみたいなお話をいただいていて、で正直ちょっと受からないだろうっていう気持ちではあったんですよ。そしたらなんと2人とも無事受かることができました。本当によかった。今年の4月から2人とも保育園に通うことになりました。まあ通ってくれたら私も楽になるなってずっと思ってたの。もうちょっと一緒にね、ひなみなんかいてあげた方がいいかなとかいろいろ考えたんですけど、保育園の見学だったりとか、まあ、同級生ぐらいの子と遊ぶ機会が何回かありまして、まあね、2人ともすごい楽しそうやっぱり。で帰ってきて私と遊んでるとね、楽しいは楽しいんだけどやっぱり違うんですよね。で合格してすごく嬉しい気持ちになるかなと思ったら、すごい寂しい気持ちにもなっちゃって、まあそれでも行かせるんですけどね。まあひなみなんかは奈良市保育から始めてどれぐらいの頻度で行くとか全然まだこれから決める段階なんですけど、一応合格できましたということでご報告でした。次はね、ごま油を使っていきます。人参と、やだ起きたよ絶対、あとレンコン水切って入れる。やだ多分子供たち起きた、ちょっと怖いんで見てきます。寝てました。多分壁かどっかにゴンって言った音だ。あ、起きてる。2人とも起きちゃった。今はちょっとね、さっきはぐ2人して大泣きしてたけど落ち着いたので戻ってまいりました。ここの炒めるとこから全然進まないやん。子供たちってさ、野菜食べてくれないじゃない。うちはね、ニニは食べるの、他は食べなくて、ひなみも食べるか、ケイシンとネネは食べてくれないからね、ちょっと試行錯誤してるんですよ。でもきんぴらはネネも好きで、だいたいネネが食べるとね、ケイシンも食べるから、きんぴらいいじゃん。根野菜はさ、免疫にもいいので、みりんを、と醤油。醤油はこなんか濃くなっちゃうと大変なので、いつもね、少なめから入れてます。あと砂糖。アルミホイルで落とし蓋をして放置です。きゅうりの水分を取ったので、ここに豆板醤とオイスターソースを小さじ1ずつ、ごま油と鶏ガラスープの素、忘れた、このきゅうり本当は叩こうと思ったんだ。叩いた方が味がよく染みます。でよく混ぜて、今日はね1本しかなかったから少量になっちゃったんだけど、あとごまをひとつまみで、お好みで海苔を刻んで入れてもいいし、これはダダ用なので糸唐辛子で割り。みんな肉詰めに何つけてる食べてるんだろう。
これ食べる時に多分作るんだけど、ケチャップとソースと砂糖を一緒に炒めて混ぜ合わせてデミグラスソースを作ってこれつけて食べてます。じゃん、これは今日の晩ご飯になりそうですね。ごま油2回しぐらい入れて、でほうれん草とか人参とか一緒にねやっても美味しいですね。鶏ガラスープの素、めんつゆ少し、ちょっとなんか質素すぎる、なんか入れた方がいいかも。何でも合いますからね。うちこれ入れよう、ブロッコリースプラウト、完成。ちょっとキャベツをもともとサラダで考えてたんですけど、なんかサラダ多くなっちゃうので、ごま油、ツナ缶、めっちゃ美味しそう。もうすぐです。よく混ぜてふんわりラップして、600ワットで 2-3 分チンします。はい、ということで作り置き6品が完成しました。キャベツとツナの蒸し料理ですね、これは。で、レンコンと人参のきんぴら、サバ缶とキノコの蒸し料理ですね、こっちも。やみつききゅうり、もやしとスプラウトのナムル、なんだっけ、ピーマンの肉詰め、いい感じです。狙ってるのどれがいい、ひなみ、これか、ずっと狙ってたのよ。はい、ということで本日は簡単作り置き6品を作りました。イエーイ少しでも参考になったりレシピのヒントになったら私もすごく嬉しいです。食べたいの？いいよ、お腹すいた。はい、ということで最後まで見てくれてありがとうございます。バイバイ。パパ。はい。